新横綱の誕生。再び三横綱時代の到来となる平成27年5月6月場所初日を迎えます。実況私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。そして今日は、初日恒例ではなく、横綱が新たに生まれたという時はいつもですね、ゲスト解説をしてくださいますけれども、番付編成員そして小道具担当なども行っている帯広から来てくださいました田中さんです。田中です。こんにちは、お久しぶりでございます。いつ以来ですかね。去年回の清水館の時、白石島か。あ、白石島ですかね。で、今年年末年始のやつもやってないですからね。そうそうそう、昨年秋夏ぐらいですかね。もうちょっと前ですかね。9月10月場所とかそのあたりが、そうですね、前ってこと。9月とか以来ですかね、はい、久しぶりですね、はい、今日はさまざま、まあ随分このその間上相撲界もね、はい、変貌しましたけれども、はい、新しい力士もどんどん増えましたし、まあいろいろお話も、はい、伺っていきたいというふうに思います、はい、番付編成員の立場からというね、そういったのも聞いていこうかと思います。牛乳パックで紙相撲です。今日は初日ですから、こういった基本ルール先にお伝えします。身長 6.5、 片足の長さが 2.7 センチ、しこ名は地域にちなんだもの、地名や特産物の名前など含めていただいております。エントリーも皆様から随時受付をしております。先週の生放送では本場所進出者決定トーナメントというのをお送りしました。そのピラミッド上でいくとこの部分なんですけれども、このトーナメントを勝ち上がって今日は本場所となりますので、十両から上の力士たちが登場するということになります。まあ、トーナメントを勝ち上がってきた力士たち、どういった相撲をしてくれるのか、初日非常に楽しみです。新しい力士もどんどん出てきております。十両の取り組みが始まります。牛乳パックで紙相撲。平成27年5月6月場所、これより初日十両の取り組みであります。一式込みに山田山富士。東方一式込み、東十両7枚目、静岡県出身アンビックベア。西方山田山富士、西十両7枚目、静岡県出身、静岡放送 SBS ラジオベア。これより十両の取り組みであります。十両の相撲が始まります。牛乳パックで紙相撲実況中継です。いきなり横綱が出てきましたねそういうふうにも見えちゃいますけれどもね綱をつけてますからね山田山富士、静岡県出身、静岡放送 SBS ラジオ部屋、土曜日の朝に放送している土曜はご機嫌という、SBS ラジオでの番組があるんですけれども、そのパーソナリティであり常葉大学の教授でもいらっしゃる山田辰巳さんが作った力士がバトルロイヤル枠で勝ち上がってのこの十両7枚目です。対する一式込みも新十両、こちらも勝ち上がってまいりました。同じくバトルロイヤル枠で勝ち上がった力士です。解説海坊主さん、はい、ね、新十両同士の一番ということにはなりましたけれども、そうですね、まあ、期待がかかる2人でございますから、まあ、意識込みもね、トーナメントの時から、まあ、やっぱりねこういった市内ですとかも使っての前に出る相撲、そして山田山富士もねこう浴びせていく前に出る相撲っていうのは強そうですので、これも期待かかりますよね。十両もかなりメンバーが様変わりしたなという印象です。今場所は楽しみな力士も多くなっています。まずは右山田山富士、浴びせていけるか。左一式込みは押し相撲です。最初の一番、制限時間いっぱい、両親やって気合い投げて、ぶつかりました、距離を取った、距離を取った、引き落とし、一式込みの勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として一式込みの勝ち。いつもは前に出る相撲の意識込みですけど、今日は浴びせを警戒したということでしょうか。解説田中さんに聞きましょう。はい、まあ、お互いの、まあ、特徴は出た一番かなと思いましたね。浴びせ倒し山田山富士、あと意識込みも、まあ、下がる感じであったんですけども、まあ、特徴は出たと思いますね。
一色コミが勝って1勝0敗としました。山田山藤初日は黒星となっております。十両は9日間のうち各力士が5番相撲を取ります。丸山主に一色はじめ東方丸山主東十両5枚目札幌出身宅部屋西方一色はじめ西十両5枚目静岡県出身アンビクベア左は帰り十両の丸山主です。右は新十両の一色はじめこちらも新十両です。勝ち上がってきましたトーナメント24歳静岡県出身のアンビクベアです。何場所かトーナメントを経ての本場所ということになりますね田中さん。そうですね、まあ、最近の傾向としてこう苦労して上がってくるっていう力士も多くはなってきたんですけれども、うん、まあ最近小さい力士も活躍多いですから期待かかりますね。ここは押し合いとなるか。土俵際に強いのは丸山主、こちらは帰り十両、制限時間いっぱい、よしみやって脅威のぐでぶつかりました。潜り込んでいくのは一式はじめ、丸山主は下がっている土俵際、一式はじめ突き出しです。一式はじめの勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して一式はじめの勝ち。白星スタートは新十両一式はじめでした。解説ここは海坊主さん。まあやっぱり丸山主はね、前に出て自分の体の特徴を生かした相撲できればいいんですけども、ちょっとやっぱり下がってしまいますね。どうもこの十両の土俵では下がる相撲が多い丸山主です。黒星スタート、一式はじめは白星スタート。十両は、各力士5番相撲を取りますが、3勝すると勝ち越し、3敗すると負け越しということになります。駿河吉に郡山太郎にゃん東方駿河吉東十両3枚目静岡県出身アンビクベア西方郡山太郎にゃん西十両3枚目福島県出身福島ベア新十両の郡山太郎にゃん対するは駿河吉です。駿河吉は先場所も十両で相撲を取って3勝2敗でした。郡山太郎にゃんは新十両、こちらも何度かのトーナメントを経て上がってきています。技が多彩になりましたよね解説田中さん。そうですね、まあ、引いたりっていうのも上手くなりましたし、土俵の振る舞いが良くなってきましたね。これを本場所の土俵で見せることができるか。右は郡山太郎にゃん、浴びせは得意としています。左駿河吉は距離を取る相撲もありますが、ここはどうか。制限時間いっぱい、ぶつかりました。組み合ったか、距離を取る、ここで距離を取る、浴びせは叩き込み、駿河吉の勝ち。ただいまの決まり手は叩き込み、叩き込んで駿河吉の勝ち。駿河吉の距離になりました。解説田中さん。ただ郡山太郎にはもう積極的な相撲が見えたので、まあ、負けはしましたけども良かったかなと思います。駿河吉が1勝0敗、敗れて郡山太郎にゃん0勝1敗です。中島宮城に玉のペンゴマルジュニア東方中島宮城東十両筆頭静岡県出身アンビクベア西方玉のペンゴマルジュニア西十両2枚目東京都出身東京ベア中島宮城こちらも先場所は幕内で相撲を取りましたが4勝5敗で負け越してのこの位置です。十両に戻ってきての相撲、玉のペンゴマルジュニア、こちらも先場所は幕内での土俵でしたが負け越しをしてのこの十両の土俵、もう一度返り咲きを目指すという両者です。右潜り込んでいけるか、玉のペンゴマルジュニア。中島宮城はさまざまな技を幕内でも見せておりました。十両最後の一番、制限時間いっぱい、よしみやって、ぶつかりました。距離を取る、はたいた、はたき込み、中島宮城の勝ち。ただいまの決まり手は、はたき込み、はたき込んで、中島宮城の勝ち。ここは落ち着いた相撲でしたね、海坊主さん。そうですね、浴びせで来るのを予想して、ちゃんと引きましたね。
中島宮城が白星スタート、敗れて玉野ペンゴマルジュニアは黒星スタートです。牛乳パックで紙相撲実況中継、平成27年5月6月場所の初日の実況中継です。三役力士が出てまいります。三役力士の土俵入りです。東方より三役力士土俵入りであります。皆さんぜひタイムライン上でよいしょの掛け声、録画をご覧の方もぜひしてみてください。東方三役土俵入り、先導は小結び野田アルツ D2、 千葉県出身春日部部屋、帰り三役野田アルツ D2。 この力士がこの三役に上がってくると上位陣も脅威でしょう。初日は横綱キリダンサーとの取り組みです。関脇魚雷イルカ池、愛知県出身愛知部屋。さあ次なる大関へ向けて魚雷イルカ池、大事な場所へとなってまいります。今日初日カスカビアンとの取り組みです。最後は大関後楽園、岡山県出身春日部部屋。30歳になりました後楽園、横綱の座を湘南乃風に先に渡してしまったという後楽園、自分もという気持ちは強いでしょう。今日は御殿場氏三世との取り組みです。皆さん一緒によいしょの掛け声お願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょ、コラのどっこいしょのだろう、よいしょするとこだろう。牛乳パックで紙相撲、1月5月9月と年齢が加算されます。今場所5月ですので年齢が各力士1つずつ加算されております。かわって西方三役土俵入り、先導は小結び大平川山、栃木県出身春日部部屋。嬉しい嬉しい新三役、ついに掴んだ新三役、栃木県出身大平川山です。今日の相手は横綱白石島との取り組みが組まれています。最後は関脇江戸みどり、東京都出身ほぼピン部屋。こちらは返り三役、大関にも返り咲きを目指したいところです。江戸みどり、初日は銀屏風との取り組みです。では皆さん一緒によいしょの掛け声お願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょ。おっと、江戸みどりどうした、上がったぞ。三役力士の土俵入りでございました。牛乳パックで紙相撲実況中継、あ、戻りましたね。大丈夫でしょうか、取り組みを前にして大丈夫でしょうか。落ちていきましたね。牛乳パックで紙相撲実況中継、平成27年5月6月場所の戦いが始まりました。初日です。年齢の概念がありますこの牛乳パックで紙相撲。初土俵の時には19歳から24歳まで抽選で決定されますが、その後は1月5月9月に一つずつ年齢が加算されていくという独自のルールです。世代交代というのも当然あるわけですが、ベテランになってよいしょよいしょと番付を駆け上がっていく、そういった力士も最近は増えてきています。さあ今日の中入りは初日恒例番付紹介であります。新しい番付見ていくことにいたしましょう。解説、今日はダブル解説豪華にお送りしております。まずは海坊主さんですが、はい、今場所の番付、まあ本当にフレッシュな顔ぶれという印象もありますしね。まあそうですね、まあまあ新入幕の力士にも期待したいなっていうところはあるんですけれども、個人的に言うとですね、大平川山あたりが本当に頑張って上がってきて、まあ、小結びになってというところが非常に個人的にはすごい好感が持てるなというようなところですね。三横綱時代とまたなりました。白石島、キリダンサー、湘南の風が東の横綱の2枚目の位置に入っています。大関は一人大関後楽園です。関脇魚雷イルカ池に江戸みどり、小結びは野田 R2D2 帰り咲き、そして大平川山が先ほど美坊さんがねおっしゃっておりましたが、30歳にしての新三役です。こう
といってこうコツコツ上がるような力士、まあ、やっぱりね、まあ、こうやって例えば新入幕でいきなり優勝したりとか、はい、まあ、そういったところでスポット浴びる力士はいますけれども、はい、こういったコツコツと上がってく力士とか、うん、ね、田中さん、はい、あ、もう一人の解説は今日はですね、番付編成員、そして小道具担当なども行ってくれております田中さんです。ちょっと記録取っていく中でこういうね、はい、地道な努力をしている力士とかもちょっとピックアップしてあげたいなっていうところありますね。そうですね、6場所連続で勝ち越しで、そんな大きく勝ち越してるわけじゃないんですけれども、地道に駆け上がってきたっていう、あまりいないタイプかもしれないですね。だからこれからはこういう力士ももしかしたら増えていくかもしれないですね、うん、そうですね、まあ、安定した取り口でもありますし、うん、先場所はね、金星も手にしましたしね、はい、今日は白石島戦です。さあ平幕見ていきましょう。平幕今場所の上位陣、解説田中さん、はい、まあ上位陣としては脅威な顔ぶれというふうにも言えるんじゃないでしょうかね。いやー、これは上位陣はちょっと嫌な序盤戦になるんじゃないかなと思いますね。くせ者揃いだと思いますね。御殿場氏3世も一気に番付を上げて三役間近、はい、銀屏風も、先場所は三役でした、はい、あとベテランの備前焼東君というあたりが3枚目。いやー、ずっと昔からいた力士がこうじわじわまた復活してきてるっていうのも嬉しいですね。周回道が5枚目久々ですね。そうですね、場合によっては上位戦があるかもしれませんね。はい、そうですね。そして注意見ていきましょう。6枚目がナース藤曲がり、陽沢スクリーム、7枚目清水ロケットがまた少し戻ってきましたね。パンケーキちゃん、水戸千葉、高尾さん、ヨット丸、備前長船という9枚目回見ていきましょう。10枚目残機に湘南トカゲ、千歳ソードマン、ハッピー新潟アンときて、12枚目に新入幕の福島富士桜です。解説田中さん、はい、この福島富士桜も幕の内で見てみたかった力士の一人ですが、どうですか。安定感があるので、大きく負け越すということもないでしょうし、もう本当楽しみですね。シノロの星、御殿場猫にゃんときて、金太郎侍も新入幕、そしてドスコイ静岡も新入幕、はい、ね、心臓人間札幌も14枚目、そして15枚目に一式パンパン新入幕、これは十両を勝ち上がってきてというあたりがおりますけれども、どうですか、はい、このあたりの新入幕。この回の方はアンビック部屋が非常に多くなってるんですよね。そうですね、ここ1年の十両の成績がですね、はい、6場所中5場所がアンビック部屋の優勝なんですよね、うん、で今場所初めてアンビック部屋が幕内で一番多い人数になったわけなんですけれども、はいはい、本当こう静岡県のこのアンビック部屋の勢いって言いますかね、うん、これはすごいですね。最近徐々に幕内を席巻しつつあるということですね、はい、これも時間をかけてということにはなりましたね、うん、そうですね。そして竹里団地関グレキン時もなんとか残りました幕の内、うん、そして西の16枚目幕尻がとっかり大将新入幕です。先日のトーナメントで優勝してのこの新入幕、うん、いかがですか。とっかり大将非常に楽しみです。待機という感じの予感がしますね。ねえ、はい、なんだかそこを見せない強さをここまで見せてますね。そうですね、押しの勢いがとてもいいですね。湘南の風も、まあ、押しの勢いで横綱駆け上がりましたけども、はい、それに近いぐらいの押しの勢いがあると思いますね。海坊主さん的にもとっかり大将は何かその大気の片鱗っていうのは見えました。あ、もう完全に思ってますね。ってことはやっぱり力士の細かいところを見ていくと、うん、曲がってるだけじゃなくてこうカーブをこう描いてね、はい、少し曲がらせたりとかっていうところを結構見れるんですよ、うん、だから細かく考えて作られてるなっていうところが印象的ですね。となれば一気に、まあ、今場所から優勝戦線なんていう可能性もありますね。相撲をこのままこの土俵でも見せてくれれば十分ありますね。とっかり大将この後すぐ出てきますので注目でしょう。そして最後に十両です。今場所の十両はご覧の、まあご覧の通りね、新という字が非常に多いですね。7名が新十両、はい、その中でもね、新しい部屋、先ほどもね出場しましたけど、SBS ラジオさんの
静岡放送 SBS ラジオ部屋、あとユーストトゥデイ部屋、私があの東京に行った時にね、ゲストで出させていただきましたけども、西荻の山もね、上がってきました。はい、まあ、力士もね、本当特徴的ですし、どうですか、ですね、この辺りは。いやー、しっかり勝ち上がってきたっていうのが、素晴らしいなと思いますね。で、まあ、西荻の山もそうなんですけど、力士の形も面白いですし、実力もあるんで、本当楽しみですね。まあ、他の、まあ、SBS ラジオさんの力士も面白いですし、まあ、はい、混戦になりそうな予感ですね。重量は、重量はですから、今まで見たことのないような相撲の、ね、展開というのも予想されます。はい、ちなみに西の重量6枚目のりの富士の字ですけれども、字が誤りであります。のりの富士のりの字がですね、正しくはあの作りの部分里だけです。のりの富士のりの字は里の字であります。里という字が正しい字であります。今後は修正をいたします。お詫び申し上げます。牛乳パックで紙相撲、このような番付で平成27年5月6月場所進めてまいります。フレッシュな顔ぶれ、そういう風にも言っていいでしょう。詳しくは、新しいものまだリリースされておりませんが、公式ガイドブック、こちらもご覧ください。そして、番組の向上に、そして今後の交流会などにも生かしていきたいと思っております。視聴者ファンディング、実施を行っております。詳しくは YouTube のページご覧ください。2位の金額で、支援をすることができるという、そういったシステムです。視聴者ファンディング実施をしております。どうか皆様のご支援をよろしくお願い申し上げます。牛乳パックで紙相撲実況中継、幕の内の取り組みが始まります。牛乳パックで紙相撲、平成27年5月6月場所、これより初日幕の内の取り組みであります。グレキン時にとっかり大将、東方グレキン時、東前頭16枚目、静岡県出身、アンビックベア、西方とっかり大将、西前頭16枚目、室蘭市出身、室蘭ベア、これより幕の内の取り組みであります。幕の内の相撲が始まります。引き続き実況、私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主、そして番付編成員、取り組み編成員の田中でございます。今日はダブル解説でお送りしてまいります。初日、そしてこの後の2日目の取り組みについてもダブル解説で行ってまいります。さあ、最初の一番楽しみですね。とっかり大将の登場です。先日のトーナメントで見事な優勝でありました。大気の片鱗というのを見せてくれていますが、田中さん、土俵に上がってみてどうでしょう。まず安定感があるっていうところですね。まあ、あとはトーナメントで活躍しても本場所に上がると様子が変わるってこともあるので、まずこの一番をじっくり見てみたいなと思いますね。相手がグレキン時ですからね、技師ですから。そうですね、いろいろやってくる相手なので、どういう取り組みになるか非常に楽しみです。まあ、一つの指標というふうにもなるでしょう、この対戦。グレキン時、左側、右がとっかり大将、室蘭市出身、新入幕、一気の押し相撲をここでも見せることができるんでしょうか。左はグレキン時、技師として、技のデパートとしてというプライドもあるでしょう。幕の内の最初の一番です。左グレキン時、右とっかり大将、制限時間いっぱい、両者見合って強引ながらぶつかりました。引きつけた内掛け、とっかり大将の勝ち。ただいまの決まり手は内掛け、
内掛けでとっかり大将の勝ち。いや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 、グレキン時が何もできませんでした田中さん。いや、とっかり大将言い方ですね今のは。圧倒的にとっかり大将です。あ、とっかりですね。圧倒的でしたね今のは。強かったですね。そうですね、立ち合いからあっという間の相撲でありましたね。三本さん、とっから大将がですねやっぱり引いていきましたよね。あのグレキン時をそのままボーッと押していったっていうような感じになったんでね、はい、その道にグレキン時があって、車に引かれたみたいに倒れていきましたけれどもね。ねえ、正しくはとっかり大将でございます白星スタート、とっかり大将。敗れてグレキン時、ショックが残らなければいいんですが、黒星スタートです。一式パンパンに竹里団地関。東方一式パンパン、東前頭15枚目、静岡県出身アンビックベア。西方竹里団地関、西前頭15枚目、埼玉県出身春日部ベア。さあ新入幕一式パンパンです。こちらも新入幕、相手はベテラン竹里団地関ですけれども、解説田中さん、一式パンパン十両何場所務めましたっけね、はい、3場所か4場所くらいだったと思うんですけども、非常に苦労はしてますよね。やっと上がったなっていう。3場所ですね、はい、あ、4場所ですかトータルでは、はい、かなり苦労はしたなっていう感じはするんですけど、まあ、その分、うん、土俵経験は積んできたので、ここから生かされるかもしれないですね。まだ25歳ですね、はい、浴びせていけるか一式パンパン。竹里団地関はベテラン32歳になりました。今場所各力士年齢が一つずつ加算されています。引き技もあります竹里団地関です。制限時間いっぱい、よしみやって今日脱ぐ。ぶつかりました、引きつけるか、押し込んでいくの一式パンパン。浴びせはどうか、与えたか、竹里団地関の勝ち。ただいまの決まり手は叩き込み、叩き込んで竹里団地関の勝ち。土俵際ですが、うまさが出ましたね田中さん。いや、紙一重でしたね。あの竹里団地関の免震工事が良かったんでしょうねきっとね。ベテランですけれどもまだまだいけるなという感じがありますね、うん、白星スタート竹里団地関、敗れて一式パンパンは新入幕黒星のスタートです。心臓人間札幌にどすこい静岡。東方心臓人間札幌、東前頭14枚目、札幌市出身タックベア。西方どすこい静岡、西前頭14枚目、静岡県出身アンビックベア。心臓人間札幌も30歳になりました。もう幕の内経験も随分長くなっていますが、今場所はやや番付を落としていますので後がありません。対するは新入幕どすこい静岡25歳です。新入幕の力士田中さん、どすこい静岡も一気に成長してきましたからね、はい、いや、あの押しが非常に強くていいですし、久しぶりにこう人型が上がってきたのが嬉しいですね。そうですね、はい、どすこい静岡距離を取っていくのは心臓人間札幌。俵渡りの掛け声もついに今日は起きませんでしたが、どうなるんでしょうか左心臓人間札幌、右はどすこい静岡です。制限時間いっぱい、よしみやって今日はぶつかりました。前に行くのはどすこい静岡、一気に出る、残せるか心臓人間、押し出しです。どすこい静岡の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出してどすこい静岡の勝ち。立ち合いから一気に前に出る相撲でした田中さん。いや、どすこい静岡相撲を取りましたね。しっかり取りましたね、いい相撲ですね。ただ心臓人間札幌はやや元気のない初日でした、うん、勝ったのはどすこい静岡白星スタート、心臓人間札幌黒星スタートです。金太郎侍にしのろの星。東方金太郎侍、西前頭13枚目、静岡県出身アンビックベア。西方しのろの星、西前頭12枚目、札幌市出身しのろベア。金太郎侍新入幕です。解説田中さん、はい、こちらも、あ、今新入幕なんだという感じがしますけど。そうですね、この力士もかなり
苦労してますよね。トーナメントにも落ちてますしね。はい、新入幕、まあ、幕の内でどんな相撲を取ってくれるかというのはまたこれ楽しみですね。うん、まあ、うまくこう剣っていうんですかね、この剣をうまく、この刀をね、はい、うまくね使っていくのがやっぱ特徴だと思うんで、うん、そこを出していってほしいですね。相手はシノロの星、こちらは幕の内経験が長くなっておりますが、12枚目と今場所は番付がやや後ろにあまり少ないという状況になっております。左は金太郎侍は新入幕です。制限時間いっぱい、両者見合って今日のぶつかりました。突っ張り合う、はたき込みか、金太郎侍の勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として金太郎侍の勝ち。決まり手は引き落としです。ウィボーズさん、今の相撲ですけど、まあ今のは刀で切られましたね。ああ、切られたんですね。崩れていきましたね。確かに崩れたようにも見えるような倒れ方でした。勝ったのは金太郎侍、白星スタート。新入幕での白星スタート、シノロの星敗れて黒星スタートです。御殿場猫にゃんにハッピー新潟。東方御殿場猫にゃん、東前頭13枚目、静岡県出身アンビックベア。西方ハッピー新潟、西前頭11枚目、新潟県出身ほぼピンベア。土俵上、ベテランのハッピー新潟アンと御殿場猫にゃんです。33歳になりました、ハッピー新潟アン。御殿場猫にゃんが24歳。こちらは、幕の内2場所目になりますね。先場所勝ち越しを決めています。両者押し合いとなるでしょうか。制限時間いっぱいです。両者見合って、強引のぶつかりました、距離を取りました。御殿場猫にゃんが下がっています。投票儀はどうか、ハッピー新潟ターンが勝ちました。ただいまの決まり手は突き出し、突き出してハッピー新潟ターンの勝ち。よく相手を見てという相撲はさすがベテランですね、田中さん。そうですね、まあ御殿場猫にゃんがちょっと気合が入りすぎてしまったのか下がってしまいましたね。ねえ、海坊さん、御殿場猫にゃん御殿場猫にゃん、ね、そこまで御殿場にやられてないんですけど今の方が難しいと思うんですけどね、言い方としてはね。あと強引に聞き取ってコテンパンに聞こえたんですけど、コテンパンにもあまり聞こえなかったんですけど。ハッピー新潟が白星スタート、御殿場猫にゃん黒星スタートです。福島富士桜に湘南トカゲ。東方福島富士桜、東前頭12枚目、静岡県出身アンビクベア。西方湘南トカゲ、西前頭10枚目、神奈川県出身神奈川ベア。ウェイドビジョン、ウェイドビジョン。さあ、注目の新入幕福島富士桜ですよ、田中さん。はい、まあ見た目も華やかですし、幕内で一花咲かせてほしいなと思いますね。そうですね、福島富士桜新入幕、まだ21歳です。湘南トカゲはここまで番付を落としてしまいました。10枚目、一気の浴びせが、まあこの位置では強さを見せるかというところでもありますが、どうでしょう。福島富士桜、初日どんな相撲を見せてくれるんでしょうか。制限時間いっぱいです。両者見合って、強引のぐれ、ぶつかりました。浴びせくのはどうか、湘南トカゲか、どうだ、強大トカゲ。浴びせたのは湘南トカゲですが、物言い、物言いです。勝負審判、元横綱、お、おっと、元横綱清水館です。なんとなんと、元横綱清水館が勝負審判です。リプレイもご覧いただきます。
ただいまの競技についてご説明いたします。行司軍配は湘南トカゲに上がりましたが、胴体ではないかということで物言いがつきましたが、競技した結果湘南トカゲの浴びせが優位とみて、湘南トカゲの軍配通り湘南トカゲの勝ちといたします。湘南トカゲ、ただいまの決まり手は浴びせ倒し、浴びせ倒して湘南トカゲの勝ち。今の相撲ですが、解説田中さん際どかったですけどね。いやちょっとあの湘南トカゲ斜めになると横の画面がついてしまう傾向があったんですけども、はい、うまくつかないように頑張りましたね。今日はそうですね、粘りもありましたね、はい、下半身のね。湘南トカゲが白星スタート、物言いの相撲ではありましたが、福島富士桜黒星のスタートです。高畑不動明式神残機にに千歳ソードマン、東方高畑不動明式神残機に、東前頭10枚目東京都出身ほぼピンベア、西方千歳ソードマン、東前頭11枚目千歳市出身千歳ベア。小兵同士の一番です。左は残機に、右は元大関の千歳ソードマンです。この千歳ソードマンですが、幕内通算100勝まではあと2勝というところまで来ています。両者前に行きたい、あるいは足をかけていきたいというところか。制限時間いっぱいです。よしみやっていけ。ぶつかりました。押し合うか、距離を取っている両者です。中に入るか、残機に外掛け、千歳ソードマンの勝ち。ただいまの決まり手は外掛け、外掛けで千歳ソードマンの勝ち。両者やはり足技を狙っている感じありましたね、海坊主さん。そうですね、まあ押し合いで、そして足をかけていってという、まあどっちが勝ってもおかしくなかったですね。千歳ソードマンが白星スタート、残機に敗れて黒星スタートです。ヨット丸に備前をさふね、東方ヨット丸、東前頭9枚目神奈川県出身神奈川部屋、西方備前長船、西前頭9枚目岡山県出身岡山部屋。ヨット丸と備前長船です。ヨット丸は28歳、備前長船はまだ若い21歳。備前長船ですが、一気に番付を駆け上がるかなというふうに思っていましたが、少し苦労してる感じがありますね、田中さん。そうですね、あのちょっと前に出るというよりも回る方が特徴なのかなっていうふうに感じるんですよね。そこがちょっと伸び悩んでるのかもしれないですね。幕の内は今場所が4場所目であります。備前長船、両者押し相撲、ここはどうか。制限時間いっぱいです。よしみやっていけ。ぶつかりました、引きつけたな、備前長船。一気に寄る、一気に突き放すか、押し込んでいく、出る、押し出しです。備前長船の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して備前長船の勝ち。解説田中さん、今の相撲ですが、はい、いや今日は備前長船全く回らずにしっかり押していきましたね。いい相撲でしたねえ、美穂さん全く治らなかったんですね全く治らずに勝ったわけです何がですか分かんないですけど、今日は全く治らずに勝ったんです備前長船が白星スタート、ヨット丸敗れて黒星スタートです。水戸千葉に高尾さん、東方水戸千葉、東前頭8枚目茨城県出身茨城部屋、西方高尾さん、西前頭8枚目東京都出身春日部部屋。水戸千葉も人気力士ですが、この幕の内長くなってきましたね。いや
そうですね、背中今来てますけど、どんどんどうしましたか、なかなか…くるいや、頑張ってほしいですね、はい、来てます、キモ29歳になりました水戸千葉、背中が来る、そういった相撲をたくさん見たいというファンも多いでしょう。高尾さんは今場所はこの位置です。潜り込んでいけるか、制限時間いっぱいです。両者目やって今日は殴れ、ぶつかりました、回しを取るか、押し込むかどうか、両者距離を取る、下がったら水戸千葉、高尾さんも下がっている、土俵際どうか、際どいところ、高尾さんの勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して高尾さんの勝ち、決まり手は突き出しです。水戸千葉が下がってしまいました。解説田中さん、この状況で回っていってほしいんですけれどもね、そこが出てないですね。まあ距離を取るということは、つまりその後ろを向くチャンスもあるという、そうですね、そういうことですね、はい、今場所はこの後どうでしょうか。パンケーキちゃんに陽沢スクリーム、東方パンケーキちゃん、西前頭7枚目、神奈川県出身、神奈川部屋、西方陽沢スクリーム、西前頭6枚目、静岡県出身、アンビック部屋。高尾さん先ほどの相撲で白星スタート、水戸千葉敗れて黒星スタート、そして迎えたこの一番が幕内前半最後の一番です。先場所ですよね、パンケーキちゃんが苦しんだのは。解説田中さん、そうですね、まあちょっと上位の壁といいますか、まあでもこれからですね、まだ若いですので、上位に行くとどうしても大きく負け越してしまうというパンケーキちゃんですけれども、はい、持ち味は、ね、出せていないわけじゃないですからね、はい、対する陽沢スクリームは自己最高位ですか。いや一回大怪我をしてそこから復活してから強くなってますね。そうですね、はい、ただどうですか海坊さん、日に日にちょっとそのまたソフトクリーム状の部分の傾きが心配ですね。やっぱりそのまあね、ちょっと手術した部分がやっぱりまたやられてきてるんで時間の問題かと思いますねこれね。幕の内前半最後の一番、突き放せるかパンケーキちゃん、一気に引きつけていきたいのは陽沢スクリームです。制限時間いっぱい、よしみやって今日は殴れ、ぶつかりました、殴れ中に入って打ち掛け、陽沢スクリームの勝ち。ただいまの決まり手は打ち掛けで陽沢スクリームの勝ち。距離を詰めた陽沢スクリームが勝ちましたね田中さん。そうですね、まあ、月の威力もありましたし今場所もいいかもしれないですね。陽沢スクリーム白星スタート、パンケーキちゃんは黒星スタートです。牛乳パックで紙相撲実況中継、平成27年5月6月場所の初日の中継です。幕の内の前半を終えています。この後は後半戦、引き続きどうぞお楽しみください。今日は何といっても新横綱湘南の風は富士の牛島との対戦、この2対2という対戦成績ではありますけれども、今出ている画面上の部分は、東と西が逆です。大変失礼いたしました、先場所はうっちゃりで富士の牛島が勝っております、ですので、こちらが反対ですね。大変失礼いたしました。ですが成績は2対2です。白石島と大平川山、こちらは今日の結びです。大平川山が先場所うっちゃりでしたっけね、勝っております。大平川山が勝っております。この後幕の内後半戦、どうぞご期待ください。